ミグマイナス -29、ミグマイナス -29、ミグ -29、ロシア語、ミグドバーツアジジェイブヤチは、ソ連のミグ設計局で開発された戦闘機である。北、大西洋条約機構、NATO の使用する NATO コードネームは、フルラム、ファルクラム、フルクラム。日本では、ラーストチカの愛称でも呼ばれるが、この故障はロシアでは使われていない。当時、 東側諸国の主力戦闘機であったミグマイナス二十一やミグマイナス二十三の後継機として、また、九百七十年代にアメリカ合衆国が開発したカイイマナス十四や f 十五などの新鋭戦闘機に対抗する新機種として設計された。特にミグマイナス二十三が格闘性能で第二世代ジェット戦闘機であるミグマイナス二十一に及ばず、そのため、 ミグマイナス -21 が長期にわたって改良、運用されており、これに代わる格闘性能の高い戦闘機の開発は当時のソ連に行て急務であった。開発は1972年に開始され、1977年10月にはプロダクト Q という試作機がラメンスコイエ航空試験センターで初飛行したこの年の11月にはアメリカの偵察衛星が ラメンコイエ航空試験センターを撮影した際に、この試験機を確認しており、ラムエルのコードネームを与えられている。一方、当時のソ連は、新型戦闘機を開発していることを明らかにしており、その後に、いくつかの紹介集が行われた後に、1982年から量産が開始された。実際に、部隊への配備が始まったのは1983年からで、ある。 当初、ミグ設計局では大量採用を見越して、スホーイのスマイナス -27 同様に海軍型である、ミグマイナス -29K の開発も終了していた。しかし、冷戦終結に伴う軍縮と、財政難の折り合いから、一機あたりの価格は高くとも、能力が高い機体の方が、コストパフォーマンスが高いと判断したソ連は、ミグマイナス -29K よりス、ス -33。 スマイナス 27K を選択し、ミグ設計局が当初期待した需要を確保すること、はわなかった。また、空軍でもスマイナス27が主力として多く採用された。操縦装置はフライバイワイヤー方式ではなく、リンク機構による機械式を採用しているが、近代化改良型のミグ -29M では、よへのフライバイワイヤー方式を採用している。主力は前縁には、 コンピュータ制御の前円フラップ、公園には外側に、補助翼と内側にフラップを装備している。主翼付け根部分から前方にかけて、長く伸びた、ラークス、前円付け根延長が形成されてり、中央胴体と共に揚力を発生させる。主翼前円の上部には、ボルティクスジェネレーターが装備されており、気流を乱流状態にして、主翼上部からの気流の剥離を防いで失速を、 防止する。垂直尾翼は外側に6度の角度で取り付けられており、水平尾翼は全誘導式である。補助翼と水平尾翼と垂直尾翼の方向だが、連結して作動することにより、ロール軸、ローリングの操縦が強化されており、さらに、機械式の用軸、ヨーイング操縦安定増強装置が付加されている。主翼の付け根部分の下部に取り付けられているエンジンの、 空気取り入り口には、開閉するドアがついており、タキシング時にはこのドアを閉めて、異物の侵入を防ぐのだが、ドアには小さい穴があり、閉じた状態でも、ここから空気が入れるようになっている。しかし、それだけでは、流入空気流量が不足するため、機体上部のラックス部分に装備されたルーバー型の補助空気取り入れ口を開いて、そこから必要な空気を取り入れることもできるようになってお、 不正地や凍土からの離着陸をより安全なものとしている。コックピットには前面にアナログ型の計器が並んでおり、前方中央上部にハド、ヘッドアップディスプレイがある。操縦管とエンジンの出力を制御するスロットルレバーには計10個のスイッチが装備されており、ハドに飛行に必要な情報を映し出すことで、パイロットが飛行中でも視線を反らさずに手を離すこともなく、 スイッチを操作することができるフォータスを導入しているが、西側のものと比べると見やすさや情報量の点で劣っており、並走などの選択ができないなどの欠点があったが、その後の発展型では改良されている。機種には、ファザトロン N019 ルービンコヒーレント型、パルス、ドップラーレーダーを搭載しており、 最大探知距離は 100km、目標の最大追跡距離は 70km で、ルックダウンシュートダウン能力を持ち、最大で10目標追尾が可能で、中距離空対空ミサイルにより、指定外射程、BVR 攻撃が可能である。なお、複座型は前方のスペースを潰す形で座席を追加したため、一部を除いて、簡単な即挙レーダーしか搭載していない。 中距離空対空ミサイルは R-27 または R-77 アクティブレーダー誘導空対空ミサイルを、短距離空対空ミサイルは R-60 または R-73 赤外線誘導空対空ミサイルを搭載できる。主翼と胴体下にパイロンを取り付けているが、胴体下のパイロンは燃料タンク専用であり、並走は搭載できず、 左右の主翼下の3箇所に装備されたパイロンだけに搭載可能であり、合計6発のミサイルを搭載できる。また、爆弾、ロケット弾ポットなどの対地攻撃兵装も搭載が可能である。コックピットの風防前には、アーストとレーザー即距装置の入ったセンサー収容部が装備されおり、基軸中心線から右にオフセットで取り付けられている。また、 アーストの最大探知距離は約 15km となっており、このセンサーはヘルメットに装着されているシュッチェル、ロー、またはスラ、といった HMD ヘッドマウントディスプレイとも連動するようになっており、R-73 ミサイルと使用することにより、機軸から左右60度の範囲においてオフバーサイト能力を持っている。また、自己防御装置としては、 SO-69 と SRO-15 の2種類のレーダー警報受信機と BVP30 から 26M チャフフレア放出機が装備されている。なお、同時期にスホーイ設計局で開発されたス -27 と形状が似ているのは共にザギー中央流体力学研究所の研究結果を取り入れたためである。外見的に大きく異なるのは その大きさで、前線空軍での局地的使用を想定したミグ -29 は、簡素、小型であり、防空軍での長距離使用を想定したス -27 は、複雑、大型である。武装や燃料搭載量は、当然大型のス -27 の方が優れており、特に、少ない燃料搭載量は、ミグ -29 の欠点となっている。 初期生産型のミグマイナス -299.12 が1983年末にソ連空軍の前線部隊に配備が開始された。前述の通り旧式機であるミグマイナス -21 がソ連空軍において未だ主力として多数配備されていたが、それを急速に更新していった。生産開始当初は輸出モス -27 よりはるかに順調で、 ワルシャワ条約機構各国のほか、アジアやアフリカを中心に多くの国で採用されたが、ソ連崩壊以降、輸出面でも素方域の工人を廃せられている。近年における新規の輸出はわずかに、イエメン、ミグマイナス二十九 s m、IG、t ミャンマー、ミグマイナス二十九九点一二、ベネズエラ、ミグマイナス二十九 s m、IG、t のみであったが、2 0 0年12月17日に、 レバノンへ中古機10機の無償を譲るが発表された。しかし、レバノン政府は、ミマイナス24の購入に変えて辞退した。なお、ペルー、ミグマイナス 29SE やエクアドル、ミグマイナス 29SMT も購入を決めたと言われていた、ペルーは現在使用中のものの過分。しかしながら、2005年10月11日の情報として、 ベネズエラは予定していたミグ -29M2 と複座型、当初伝えられていたミグ -29SMT では、内の購入をキャンセルし、同国空軍で運用しているミラージ5及び F-16 の後継機を再行した。候補としては、ス -30MK、ス -35、ス -7 などが挙げられたが、最終的にス -30MK2 が配備された。一方、 アルジェリアは、ミグ -23MS やミグ -23BN などの代替として、スマイナス30マカと共に、ミグ -29SMT の導入を決めている。また、近年では、維持費用がかさむことから、冷戦時代から、これまでミグ -29 を運用してきた、ヨーロッパ各国でもミグ -29 は、軽減されるようになり、退役や売却が進んでいる。 結果、近年中に、ヨーロッパでの運用国は、ポーランドとスロバキア、ブルガリア、セルビアのみになる模様である、ブルガリアは、近年、ミグ -29 の後継として、ジャス -39C、D を選定した。このうち、ポーランドは、チェコやドイツからミグ -29 を買い取るなど、積極的な政策を取っており、 今後も海 -16C ブロック 52S-22M4 と共に空軍の主戦力として維持していく方針であるが他国は維持するだけでも非常に苦心しておりスロバキアも2005年前期にロシアで近代化改修を施すことを決定したものの予算逼迫から NATO 規格化するための必要最低限の改修と若干の金化改修しか施すことができない 回収された機体は、ミグ -29 から回収されたものが、ミグ -29AS、ミグ -29UB から回収されたものが、ミグ -29UBS と呼称されている。ブルガリアも、ミグ -29 は一時期退役状態となり、稼働状態にある戦闘機が、ミグ -21 ビスサウのみとなっていたものが2005年までに、アメリカ合衆国の支援で、 再び現役に復帰したというような苦しい状況である。セルビアはアメリカ軍をはじめとするナト o 軍の攻撃により大きな損害を受けており、現在保有するミグ -29 は数機のみとされている。ドイツ連邦共和国では東西ドイツ統一後に東ドイツが導入していたミグ -29 を24機、保有するに至り数少ない西側諸国が保有する。 東側戦闘機として各国との共同訓練に頻繁に参加させていた。同国のミグ -29A は、NATO 規格のミグ -29G に回収されたものもあり、同様にいくつかのミグ -29UB はミグ -29GT に回収された。しかしながら、部品供給の問題、低い稼働率、そしてユーロファイター台風の導入により、 同国のミグ -29 はすべて2005年に退役となり、そのほとんど23機は破格地1機1ユーロでポーランドに売却されたが、その代わりポーランドは運用する機体の西側か NATO 企画への回収をドイツに発注する契約になっており、ドイツにとっても利益のある取引となっている。また、アメリカ合衆国は、 モルドバからイランへの転売が企画されていたミグ -29 各型21機を入手し、その特性を研究していたが、現在、試験はすべて終了している。ちなみに、数機がアメリカ空軍のネリス空軍基地に存在。日本ではミグ -29 は特に北朝鮮の戦闘機として知られている。同国へのミグ -29 の配備は1980年代から。 始められたとも言われるが、その真相は長らく不明であった。その中で、2003年3月に、アメリカ軍の RC-135 偵察機に、対して、同国軍のミグ -29 とミグ -23 が、迎撃、威嚇したことが大きく報ぜられていた。その際に撮影された映像から、同国軍は、能力向上型のミグ -299.13? 系の機体を保有することが判明した。すなわち、ソ連国内向けの派生型であるミグ -299.13 か、ミグ -29S9.13A、あるいはその輸出型のミグ -29SE9.13SE である。全2社は、いずれも、ソ連の存在した時代には国内のみへの配備であり、後者は、 ソ連崩壊後に販売に入った機体であるめ、いずれの機体であれ、北朝鮮への輸出時期は、ソ連崩壊後、おそらくは1990年代中盤であったということになる。他方、北朝鮮の朝鮮中央テレビでは、1988年にビグ -29 を輸入し、金日生親子が機体を視察したとする番組を放映した。 21世紀初頭にはロシアからスーダンへミグ -29 が12機輸出されたが、スーダンでは政府の支援するとみられるアラブ系武装勢力によるアフリカ系住民の虐殺問題、ダルフール紛争があるため、ロシアの行動は国際的な非難を浴びた。しかしながらロシアは輸出するミグ -29 は対地攻撃能力がないため問題はないと主張し、 予定通り輸出を行った。その結果、2003年末から翌2004年6月にかけて、計10機のミグ -29S と2機のミグ -29UB が、アン -124 ルスラーニ輸送機によって輸送され、スーダン空軍の第二戦闘迎撃飛行隊に配備された。ミグ -29 は、機動性には優れていると評価されていたが、 敵型にのみ十分な支援を得られる環境での実践が相次ぎ湾岸戦争では5機、イラク空軍機、コソボ紛争では6機、ユーゴスラビア所属のミグ -29 が撃墜されている。ミグ -29 の進化が問われたのは、双方ともに十分な支援を得られなかったエチオピアとエリトリア国境紛争におけるス -27 との 空戦及び2009年南オセチア州の貴族に関してロシアグルジア間に発した南オセチア紛争においてである。エチオピアスマイナス272機、エリトリアミグマイナス294機1999年2月25日に行われた戦闘はまずエリトリアのミグマイナス29が前線を紹介飛行中であったエチオピアのスマイナス27を バドメ上空で迎撃したところから始められた。エチオピアノス -27 は、当時配備間もなく、エリトリア側のパイロットたちはこれを排除せねばならないと、考えていた。まず、ミグ -29 は、R-27 中距離レーダー誘導空、対空ミサイル数発を敵機発射しが命中せず、逆にス -27 は引き返して搭載する。 R-27 全弾を発射して反撃した。しかしながら、これもすべて命中せず、接近戦にも連れ込むこととなった。その結果、R-73 短距離赤外線誘導空、対空ミサイルによって、エリトリアのミグ -29 が1機撃墜されたと、される。その後、エリトリアは、さらに2機のミグ -29 を失ったとされる。なお、 エチオピアノス -27 は2機ともエチオピア人による操縦で、エリトリアのミグ -29 はウクライナ人教官とエリトリア人による操縦であった。なお、1999年2月25日の空中戦の24時間後、同空域においてミグ -21 による攻撃部隊を護衛中のエチオピアノス -27S1 機が、 アスマラ方面から飛行してきたエリトリアのミグ -29UB 練習戦闘機一応撃墜しているがこの際のス -27S パイロットは女性キャプテンアスタートラスサであったとされるただしここでも情報は錯綜しており撃墜したのは彼女ではなくまたエチオピアで初の女性パイロットが誕生したのは2004年6月でありプロパガンダに過ぎないとするものや 彼女は撃墜したのではなく強制着陸させたので、あるとする情報もある。エリトリアは、その後それ以上ミグマイナス -29 の損失を増やすことを避けるため、あえてスマイナス -27 に空中戦を挑むことはなくなったとされる。また、その後ミグマイナス -29 を追加購入するとともに、ス -27 をウクライナから導入している。こうした一方、 近年アスマラで行われたエリトリア独立10周年記念パレードでは数機のミグ -29 がミマイナス8や AB412 とともに上空パスを行う様子がテレビで放映されエリトリアはミグ -29 の建在をアピールしている。なお、情報が錯綜しているため以下のような遺説がある。以上スマイナス27と ミグ -29 の間での航戦記録に関するもの。統一後のドイツ空軍は、東ドイツ空軍から引き継いだ輸出型のミグ -29、後に、ナト o 企画に回収したミグ -29G を運用していたため、しばしば一き時間訓練、ダクトを行った。ミグ -29 の搭載する R-73 ミサイルが、西側製の同クラスのミサイルより高性能であった。 こともあり、格闘戦では、ス -16 と、五角以上との評価がなされた。だが、航続距離、搭載量、電子機器、広報システム、有志海外戦闘能力の面で、西側の技術に劣っており、良好な運動性と格闘戦能力にもかかわらず、運用は限定的なものにならざるを得ないと評価れていた。また、ミグ -29N。29 電子機器などの改良型である MIG-29S の輸出型と解、A-18D と運用するマレーシアでも同様の試験が行われているがソラ対空ミサイルとして運用される R-77 の性能の関係あり MIG-29N の方が射程が若干長いと評価されている。なお、マレーシアでは ミグ -29N に関して、ロシアからの部品供給の悪さが、致命的な欠陥として指摘されているが、同国では、海 A-18EF との比較のナス S-30MKM スを導入し、ミグ -29N を回収して、S-30MKM とアビオニクスの共通化を計画するなど、ロシアとの関係を強化する方向に動いている。 ミグ -29 の輸出型に関してはここに記述されるように様々な評価が出されているが、これら輸出型の性能は本来のものより限定されており、特にミグ -29 は大幅なグレードダウン型である。一方、ミグ -29 の非グレードダウン型であるソ連国内向けの派生型やミグ -29、SMT、 ミグ -29 オベットのような現行生産機に関しては、各種データは当事者間でしか知られておらず、不明である。ミグ -29M 以降の派生型は、複数目標への同時攻撃能力や、オフボアサイト攻撃能力を持ち合わせており、搭載するミサイルのレーダー性能も、飛躍的に向上しているとされるが、やはり、こうした、 最新機材を搭載した機体は運用国が限定され、海外との共同訓練などで能力を明かすこともほとんどないため、実際の性能は未知数としか言えない。近年インド空軍とアメリカ空軍との間で行われた共同演習は、S-30K や MIG-21 バイソンが大々的に参加するなど注目に値する内容であったが、MIG-29 に関して言えば、 この演習の実践には使いされておらず、また、もし使用されていたとしても、インド空軍で運用されているのはよく知られたミグ -29 であるため、評価するに値しない。新型機に関して明らかにされている珍しい例は、上記マレーシアのミグ -29 ノルマルであるが、これに関してもミグ -29N は他に同機種の運用国がなく、 唯一の運用当事者からの情報しかないため、客観的な評価は難しい。は、製品番号、ミグ -29 を使用する展示飛行チームとして、以下のようなものがある。ロシア空軍のストリージでは、白、青、黒の特別色塗装したミグ -299.12 と、ミグ -29UB を運用してきた。機体は後に、 ミグ2 9点1 3とミグ -29UB に変更され、塗色も中国訪問に合わせ赤を基調とした白、赤、青の塗り分けに変更された。ただし、この時の中国訪問は実現しなかった。現在は3番目のパターンを採用している。塗色は平面型で見ると、チーム名のストリーシュ、アマツバメのシルエットとなっている。ストリージは、 現在も各地の航空省で活発な活動を続けている。英語名はスイフツ、スウィフツ。その他、ミグマイナス -29 オベットデモンストレーターもストリージの図色に準じた派手な塗りを施されている。ウクライナ空軍のウクライイン水キ倉庫類、ウクライナの高ちでは、ミグ -299.13 とミグ -29UB が運用された。チームは 主として国内でのアピールを行っていたが、海外での飛行実績もある。機体はウクライナのナショナルカラーである明るい青と木を基調に白と赤とで彩ったものであった。英語名はウクライニアンファルコンズ、ユクレイニアンファルコンズ。その他、スロバキア空軍でも臨時の展示飛行チームが編成されたことがあり、2機のミグ -29 による 実専用戦闘機の速度を活かした迫力ある飛行を披露した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。